瀬能音楽譜は、瀬尾孝二郎によって、大正期に出版された、一連のピース楽譜表紙絵には、竹久夢寺ら有名画家の作品が用いられ、大正時代に一世を風靡したと言われる。東京生まれの瀬尾孝二郎は、慶応義塾のワグネルソサイティに入会して、合唱に加わる一方、在学中に音楽評論家、役士家として活動を始め、 1911年以降に新聞や音楽雑誌で演奏開票やオペラ解説などを発表していた。慶応中退後、時事新報記者を経て、1915年にセノー音楽出版社を設立し、楽譜出版を開始した。セノー楽譜は以降昭和戦前期にかけて1000点以上が出版された。明治期に日本に導入された。 西洋音楽は大正期に人々の生活に浸透し、セノー楽譜はすりが乾かないうちに売れていったという証言も伝えられている。セノー楽譜の人気の秘密は当時の日本人の音楽趣味をよく捉えた選曲と斬新なデザインの想定の美しさにあった。特に夢寺の表紙絵は大正ロマンの象徴と言われた。1929年頃を境に、 瀬野音楽譜の勢いは衰えた。ラジオやレコードが広く普及し、バイオリンやマンドリンを弾く、素人の数が激減したため、素人音楽家を目標とする楽譜も売れなくなった。その後、太陽音楽出版社と社名を変えて、太陽楽譜シリーズを出版したが、王子の勢いはなかった。セオは、楽譜出版業だけでなく、来日演奏家の紹介、ラジオ放送での洋楽担当など、 大正期の音楽会を牽引する活動をした音楽事業家であった。セ能音楽出版社からは、いわゆる、セ能楽譜府とは別に、セノーバイオリン楽譜、セノー新高田、セ山田楽府など何種類かのシリーズで楽府が出版された。このうち最も出版点数が多いのは、セ能楽譜府の500点で、次が、セノーバイオリン楽府の170点。 その他は10から50点程度であった。セノー譜は、商品が1から2曲収められたピース楽譜で、内容は、ほとんどが、声楽作品であり、器楽は2%ほどであった。声楽のうち歌曲が5割強、オペラの抜粋が2割強、軍歌が1割、あとは、合唱や民謡などである。作品の作曲者は、日本人のかドイツ・オーストリア、フランス、イタリア、 アメリカ、イギリス、ロシアと広範囲にわたっている。新しい印刷技術も得て、セノー楽譜は20銭から30銭という庶民的な値段で販売された。楽器店の他に、三越五福店や白木屋五福店などの店頭で買うことができた。また通信販売も行い、送料2銭で内外地へ販売された。セノー楽譜は日本のメーカーとともに、 海外の歌曲を斬新な訳詞で数多く紹介し、西洋音楽の大衆化に大きく貢献した。またレコードの広告に、セノ音楽譜の番号を書くなど、メディアミックスの先駆けとも言える販売方法も、セノ音楽譜の大きな特徴であった。現在でも多くの古書店で、セノ音楽譜が販売されており、国立音楽大学、民音音楽博物館、日本近代音楽館などで、 世能楽譜をテーマにした展覧会が開催されている。2019年10月には世能楽譜を使ったコンサートが旧東京音楽学校総学堂で開催された。同時に旧総学堂では世能楽譜の展示も行われた。世能音楽出版社に関するカテゴリー。ありがとうございます。